どうも、しおりです。ようこつつ、しゅんち。前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、ジバコマを入手したいと思います。ジバコマの入手方法なんですが、これ、しゅんちか元祖本家かで変わるんですけど、今回はしゅんちの入手方法を解説していきたいと思います。まず、ゲットしようと思ったら、まあ、しゅんちクリア後に、自分の家にいるジバニャンに話しかけて、ジバニャンのお引越しっていうイベントをクリアして、この、文福茶釜を倒す必要がありますんで、倒して1日経ったら、このコマさんに話しかけることで、ジバコマと戦います。はぁ、ずら。こんな感じですね。まだ勝ったらしたずら。いいよ。いや、勝手に決まるにゃ。ダメずら。合体したがるね、コマさん。それで行くには準備できないのか？あ、はいずら。ドキドキするずら。今に入るにゃ。ワン来たー、ジバコマニャンゲー、ニャンゲーな。何度見ても意味がわからない。めっちゃやる気や、やる気やぞ、ジバコマやる気やぞ。まあこれどっちなんやろ、どっちの方が強いんやろな。あ、チョコボーや、ジバニャンの方が強いぞ。コマさんが負けとる、ジバニャンに。これが絶品牛乳やったらな、牛乳やったらあれだけど、コマさん勝っとったんやけどな。やっぱ主役はジバニャンってところか。オッケー。まあ、一発で仲間入ることはまずないと思うんですが、とりあえず頼みます。頼みます。オッケー。ジバコマいいね。どっさりチーズコーン。来い。おーっしゃ、パツダクマ入った。ああ、よかった。最高。最高です。いや、初めてやわ、これ、今回、新一入ってから。ジバコマ、お前、ニャンゲーズラ。もう、名前俺、決まっとったんや、俺。ジバコマ、ニャンゲー、ニャン。おー。レパートリーすごいぞ、こいつ。やったぜー。ゲット、一発ゲット。まあ、コマさんとジバニャンなんで、ジバさんでいきます。もちろんね。ドゥ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 。ゲットしました。門限強くなれるにゃん。ガッタメダルなんだにゃん。よろずらにゃん。オッケー。ゲットしました。おお、まあまあ。え、レベル全然ちゃうやん。ジバさん強っ。火遊び。おお、火属性で。力、揚力、素早さめっちゃ高いこいつ。守りは低いけど。パンチ、弱っ。まあ魔法型ですね。にゃんげ人玉。これは結構強い。取り付けも結構強いな。まあまあ。見せた。ランク A で、レアですね。まあ、これもちょっとね、バスターズ、俺使ってみたいんで。まあ、通信対戦とか使えるの、レベル99まで育てておこうかなと。思います、また。何の間違いか、ジバニャンとコマさんが融合してしまう姿。田舎者の素朴さと、猫特有のクールな感じが同居する。かなりアバンギャルドな妖怪。ジバコマ、ニャンゲー、ニャン。いいねー。かっこいいな、結構。色合いも。色合いも結構いいと思うね、俺、これ。オッケーとしました。マスクの呪縛は揃えました。はい、というわけで、とりあえず、なんか音楽ないな、これ、ちょっと、嫌やな。オッケー。はい、というわけで、今回は、呪縛コマ、ゲットしました。ぜひ皆さんも、ゲットしてみてください。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。